リブツトゥルは創作作品群、クトゥルフ神話に登場する架空の神。ブライアン・レムレイが創造し、彼が1969年に発表したセメントサラウンディングスを書出とする。リン・カーターの神縁への効果によると、ナイアーラトテップの息子、緑色の衣をまとった巨大な神として権限し、腐りただれた頭部の表面で目玉が動き回っている。一般には、 男性神であるとされるが、その体には多数の乳房があり、自らに使えるナイトゴーンとに父を与えている。魔道書、水ンクタートに記された第六ソスラッタを13人で、栄いすることによって、異物トゥルを召喚できるが、異物トゥルが降臨した時は正気のものが狂気に、狂気のものが正気になるなどの現象が発生し、これを、反転という。ヨグソトースを主とするが、 現在は、ヨグソトースと共に、外宇宙の混沌の領域に封印されている。イブツトゥルの血液とされる黒い物質を召喚して、敵を窒息させる魔術が、ネクロノミコンに乗っているが、この術は流水によって防ぐことが可能である。イブツトゥルの下僕として、有名な人物には古代ティームドラ大陸の魔導士、ヨッパロスがいる。ヨッパロスを、 全人類の王にすることを、イボツトゥルは約束していたが、その実態は、旧支配者が復活して人類が滅亡した後の、地球で一人だけ生き残って苦しむというものだった。ティームドラにおいて、旧支配者を旧神の封印から解放しようとする、イボツトゥルの計画は成功の一歩手前まで至ったが、勇者たら歌手や、魔導して不厚との奮闘によって阻止された。 しかし、イブツトゥルは全地であるとも言われており、その力によって世界を変革しようと強行に走る信徒が今日なお存在する。ありがとうございます。